こからですね、僭越ながら、私が、やってきたこと、百番地との関わりなどをですね、お話しさせていただきます。改めまして、株式会社ポルトレの石原と申します。じゃあ、まず簡単にですね、自己紹介をさせていただきます。私はですね、株式会社ポルトレの代表を務めておりまして、ドキュメンタリー映画プロデューサーとして活動をしております。ポルトレはですね、美術大学の映像学科の在学中に、だったときに、2015年なんですけれども、創業をしました。それから2年後ですね、2017年の、第2期で百番地に入居をさせていただきまして、ちょうど百番地が誕生した年ですね、そこで活動をさせていただきました。私の当時のメンターだったのは、元ニュースピックスの編集長で、ピボット株式会社代表取締役の、佐々木、則彦さんですね、でした。現在はですね、恵比寿4丁目にオフィスを構えて仕事をしておりまして、映画映像の企画制作、映画の配給宣伝の事業を継続しております。映画といってもですね、非常に幅が広いと思うのですけれども、私はですね、主にドキュメンタリー映画の分野で映画の制作をしております。なぜドキュメンタリー映画なのかということなんですけれども、中学時代にですね、学校の隣にあった老人介護施設があったんですけれども、そこにビデオカメラを持ってですね、通いまして、そこでですね、老人介護士との老人を介護施設で暮らすお年寄りの方々を撮影しておりました。その時にですね、自分はまだ中学生で若くて若いんですけども、老人の方々はですね、カメラを向けるとすごくいろんなことを語ってくれるんですよね。戦争体験とか、初恋の話とか、そういったことを、カメラを越しに聞くのが楽しくて、すごくそこからですね、ああ、もう本当に人に歴史があるんだなと、すごく感じて、それを一本にまとめて、映像作品として作ってっていうことを、取り組んでいったと。そこにすごく興奮を覚えたというのが、僕の原始的な体験でした。そしてですね、そんな中で、これ今ちょこっと軽く流すんですけども、これはその時、中学生の時に作ったこれはドキュメン石のタリー花なんでですけのど、一日の生活の記そ録での、す。ここではお年寄りのことを第一に考えたプログラムが組まれています。彼らの行動を見つめてみました。彼らの言葉に耳を傾けてみました。そこにはまるで青春時代を生きているかのような彼らの姿が溢れていました。そしてこの藤の花のことが本当に大好きなんだと思う気持ちが伝わってきました。こんなようなですね、ちょっと動画を作っておりまして、おりました。で、こういうものをですね、作ったっていうところと、それをですね、全校集会とか、そういった時に体育館で上映をして、みんなに見てもらうということをですね、両方取り組んでいたっていうのが、今の、
自分のやってる仕事でその映画を制作してそれを配給するということにつながっているなと感じています。まあ、そういうのはやっぱり見せるってことでやっぱり映画っていうのは上映するってことがすごく映画になるということにすごくつながるので、まあ、作ったものをどう見せるかということがまあ、その中学生の時からそこに、まあ、自然と意識が向いてたっていうのはやっぱりすごく知ってほしかったっていうのが強いかなと自分で思ってます。まあ、映画というのはですね、その制作っていうのと配給っていう2つの、まあ、大きな両輪がありまして、まあ、それをですね両方とも中学時代に取り組むことができたというところです。自分自身は作ってそれを配給して宣伝してっていう、まあ、映画の川上から風下のセクションを一通り、まあ、映画館に送り出すまでをですね、全部その全体を作り上げていくっていうそういう仕事になります。そしてどんなですねドキュメンタリー映画を作っているのかっていうところなんですが、まあ、ですね、まあ、いわゆるドキュメンタリーっていうと思い浮かべるようなまあ、災害とか、まあ、貧困とか戦争とかっていう、まあ、大きなテーマ、人間に降りかかってくるそういう大きなテーマっていう出来事を、まあ、ドキュメントするっていうのがいわゆるドキュメンタリーの一般的なものだとは思いますし、私自身もそういったものを映画館で見て、ドキュメンタリーをやりたいと思ってきた人間なんですけれども、まあ、自分自身がそれを作る側に立った時にもっとですね身近なもの、人間生活にとって身近な題材で、ドキュメンタリーができないかと考えて、作ってきました。例えば着るものとか食べるものとか、まあ、家とか、まあ、家というのは、まあ、場所みたいなことだと思うんですけど、まあ、衣食住そういったものをですねにカメラを向けて、まあ、自分自身が尊いとこれは残していきたいなと思ったものを映画というメディアにしていくという取り組みでここまでやってきました。で、まあ、これまでこういう作品を作ってきたんですけど、まあ、2017年ですね、ちょうど百番地に入居した年にですね、公開をしたのがですね、この、向かって左のにある74歳のペリカンパンを売るという作品なんですが、これはですね、浅草にある、まあ、食パンとロールパンしか作らない老舗のパン屋のものづくりの、哲学、商売哲学に迫った、作品です。これとかはですね、もうこれも本当にたまたま、自分がですね2016年の5月ぐらいに、まあ、実家に帰っていたんですけど、帰っててちょっと夜にテレビ東京の WBS という番組を見ていたら5分間ぐらいのトーク集が組まれていて、6月3日で出てますよねっていう、まあ、5分間ぐらい取り上げられていて、まあ、それを何気なく見てたらですね、すごいパン屋さんだなと思いまして、でこれはなんか映画になるんじゃないかと思い、次の日にペリカンさんに行って、映画を作らせてくださいっていう話をして、大学の同級生だった内田君っていう人と一緒に映画を作り始めたというのがいう形です。この時のこのとあれですね、 WBS のちょっとそのザ行列です。ちょっと見てもらいます。今日は東京浅草にあります老舗のベーカリーが登場します。60年前のある決断が他とは違う独自のパン作りにつながりました。東京浅草の雷門、そこから500メートルほど離れた場所にあるこちらのお店には毎週土曜日30人ほどの行列ができる。客のお目当ては食パン。1日500本焼いても毎日完売。昼過ぎには売り切れてしまうこともある。食べたい一心でやっぱ並びますよね。こちらのパンいただき始めると他のパンじゃ物足りなくなる。一見普通の食パンになぜ行列ができるのか。
戦時中の1942年に創業した老舗ベーカリーペリカン。店長は4代目の渡辺陸さん。ここなんですよ、これ4代目がこんな若いんだと思って、びっくりしたんですよ僕、えと思って。でもまあこの1代目2代目3代目4代目でまあ続いてるんですけど、若いなと思って、まあ、それもちょっと興味が引いたんですけど、まあ、こんなようなあの番組を見て、映画になるんじゃないかなと思ったっていうあのことでやってきたんですけど、まあ、本当に偶然ですよね。偶然ペリカンさんと出会って、まあ、それを映画にするっていうことをやれたということなんですけども、そしてその作った映画というのがですね、まあ、その74歳のペリカンパンを売るっていうもので、それであの今 の, あのテレビ番組を見て映画を作ったその予告編なんですけど、ちょっとご覧ください。すごくよく思うのは、白いご飯みたい、日本人が作る日本人のためのパンっていう気がして、本当になんでこんなにうちが特別なところパン屋で入れたのかって言ったら、やっぱり初代2代目3代目の力があってこそですから。一言で言えばもうパン業界の財産。変化をしない、変わらないということが、ブランディングなり世の中の先を今言ってる。懐かしさは新しいもので追い抜けないんですよ。すごいな、毎回やっぱりなんか美味しいな、すごいなって思って食べてます。はい、まあ、こんなようなあの作品なんですけれども、ちょっと今のあれとあの最初のテレビ番組であの見ていただいたものっていうのはあのテレビ番組なんですけど、まあ、自分が作った映画っていうのはああいう予告編で、やっぱりそのテレビと映画っていうのでちょっとアプローチが違うっていうことを、まあ、伝えたかったんですけど、そのやっぱテレビっていうのはやっぱり情報を基本的に伝えていくんですけど、やっぱ映画になるとやっぱりどうしても情緒みたいな部分が大事になるので、まあ、そういったあの形ので、映画っていうものを作ってきたということです。まあ、こういうふうにですね、まあ、ちょっと公開するときにはいろいろ取り上げてもらったりもして、やっぱり、まあ、映画を作るっていうことでまた新たな光をその当てることが、できるっていう、まあ、映画の持ってる可能性ってものをやっぱ改めてここで感じました。実際にですね、中国、台湾、とか米国とかいろんなところでも劇場公開したりとかをしまして、まあこれはちょうど、見よう見まねでですね、まあ、実際にあの配給っていうものも初めてじゃないんですけど、学生時代に1本やってたんですけど、ただまあ、ここまでの規模では初めてやったんですが、まあ、それも宣伝も悪戦苦闘しながらやってる時で、まあ、ちょうど100番地に入居してた時だったので、まあ、映画館で上映が、毎日上映が渋谷の映画館でやってたんですけど、まあ、そこでお客さんの表情とか見ながら、まあ、1日4回毎日行って、まあ、そこで来てるお客さんを見ながら100番地に帰ってくるみたいな、で今日は何人だったみたいなのかをやりながら、すごくその時100番地っていう場所があって、まあ、すごくなんか助けられたなっていうのは感じました。やっぱり
映画も映画は制作するだけじゃなくて公開するのですごくお金を使いますので、クラウドファンディングっていうのは基本的にやってきてます。で、2021年なんですけども、次はですね、旅と、食のをテーマにした、場所はいつも旅先だったという作品を、企画制作配給をしました。そこには何があるのだろう。そこにはどんな人が暮らしているのだろう。どんな幸せやどんな本当があるのだろう。幼い頃から僕はいつもそんなことばかりを考えて一人で街を歩いていた。どこまでも。場所はいつも旅先だった。ありがとうございます。こういった場所はいつも旅先だったという作品なんですけども、やっぱりペリカンの頃よりもですね、ペリカンの時は本当に手弁当だったんですけど、場所はいつも旅先だったの時は、もう少し規模も大きくなり、いろんな方々とのつながりの中で作ったという形です。そしてですね、ちょうど最新作なんですけども、ちょうど先週の金曜日から公開がスタートしている作品があるんですが、それが死を100年続く店の始まりという、100年というところがちょっと100番地もちょっとは感じますけれども、これもですね、ちょっと予告編をぜひ見てください。異色都市東京にある飲食店数は19万店、一つ星はそのカテゴリーで特に美味しい料理と評される選ばれし称号。100年続いた店だったら俺は死んでますから、俺がいようがいなかろうがこの店はいい店だよねってするにはそもそもいない方がいいんですよ。よっしゃ、美味しいの触れる場所をいろんな場所に作る、レストランって語り部になれる場所だったりとかするんで、料理の一皿一皿に流れがあるというか、料理人で料理作ってればいいわけじゃやっぱりなくて、あくまでも料理っていうツールを通してお客様を喜ばせるっていうのが仕事なんですよ。フワさんがどんどん走り続けてみんなが必死に追いかけるのがこの時期だと思うんで、仲間っていうことに主語が変わってってるんですよ。お前そんな分かってないのがさ、料理作って意味ねえじゃん。何を理想としてあれなのっていう話じゃん。僕が料理をやり続ける理由ってあんのかなとか思っちゃうんですよ。回せるキャパでやろうとしてないんだ。一回地元帰った方がいいかなとか毎回思いますし。小川さんに対してはどう思ってんですか。やっぱチームなんですよね、大事なの。子どものこのちっちゃい時期っていうのも今だけなので、一緒に見られたらいいなという。
半径5メートル以内を幸せにするのも大事なことだとは思うんですけど、やっぱもっと大きなところの人を幸せにするってなると、どうしてもやっぱ身近なところが一番最後になっちゃう。彼はシェフじゃなくなるんだって僕はずっと思ってるので。どれぐらい先まで鳥羽さんは見えてるんですか？100年後っす。ありがとうございます。この作品はですね、小学校の教師からですね、32歳の、遅咲きで飲食業界に転身をして、そこからミシュランを一つ星まで獲得したというですね、鳥羽周作というさんというシェフの方の、1年以上ですね、密着をして作った映画になっています。本当に特にこの鳥羽さんというのは本当に熱い方で、何かをですね、成し遂げようっていう気持ちのある、特に百番地とかにいらっしゃる方々にはぜひ見ていただくと刺さる何かがあると思うので、まだまだ上映しているのでぜひ見に行ってください。チラシも後ろにあるのでもしよかったら持って行ってください、はい、ですね。そういった映画だけじゃなくて、そういう、いろんな映像作品もですね作ってきていますね、はい。ちょっとこういう形で、はい、やっておるという形です、はい。そしてですね、私がですね、どのように百番地っていう場所をですね活用してきたかっていうことについてちょっと、お話ししたいんですけれども、まずやっぱりそもそもやっぱり新しいことにチャレンジするときに、どうしてもやっぱ人って簡単に踏み出せないと思うんですが、そういったときに百番地っていう場所が、あったっていうことがすごく、後押しになり、時間と空間っていうのがですね、まず前提としてすごく、助かったというところと、それにすごく百番地の魅力があるなというふうに思ってます。学校とかですね、卒業して社会に出てしまうと、そういうこういった百番地みたいな空間ってなかなか持つことができないと思うので、そういった意味でもですね、とても希少価値の高い場所なんじゃないかなと、自分は感じてます。で具体的にはですね、私は百番地で、2017年から2022年までの間に、合計4回ほど映画をですね上映させてもらったりとか、映画関係のイベントをやらせていただきました。とにかく百番地っていう場所は場所としてもですね、すごく渋谷の新南口にあって来やすいですし、思いがけない人との出会いとか交流があったりするっていうことで、人と話すことで情報を得たりとか、エネルギーをもらうっていうことがすごくありました。そしてですね、今後の、展望なんですけれども、今まで食っていうものを、テーマに、してきた、わけですが、次はですね、今度は着るもの、洋服っていうものをテーマに映画を作りたいと考えていまして、洋服ってすごく面白いなと思ってるんですけど、ある人にとってはすごく無頓着なものかもしれないですが、違う人にとっては本当に自分の体の一部みたいなアイデンティティのあるような、ものでもあると思っていて、今回はそういう体の一部だというような人に向けた、洋服のドキュメンタリーをちょっと作りたいと思っていて、あるファッションデザイナー、日本にいたファッションデザイナーに焦点を当てた作品になっています。ちょっとだけ簡潔に企画をご説明したいと思いますけども、こういう方なんですね。時を熊谷という方がいらっしゃいまして、この方はですね、40歳という若さで、HIV が発症して、亡くなってしまったファッションデザイナーなんですけども、コムデイ・ヤルソンの川久保玲さんとか、幼児山本さんとか、海外で評価されたファッションデザイナーよりももっと先にですね、実はフランスの本場パリで、評価をされたという方です。マルタン・マルジェラも、この時を熊谷さんの靴を、元に旅ブーツを発明したというようなお話まで残っているという方でして、代表作がですね、この生肉を使った
パンプスですね、食べる靴すき焼きという、これがですねすごいなと。レディー・ガガがですね2010年にドレス、生肉のドレスというのを作ったと思うんですけど、それよりも30年ぐらい前にもすでにこういうことをやられていたという方なんです。まあ、この東京熊谷という方は本当にファッションの領域を超えた、まあ、コンセプチュアルアートみたいな、そういった部分でファッションアイテムを構築していた方で、まあ、今回こういう人の、まあ、精神性とか、まあ、思考回路ってものを、ドキュメンタリー映画で紐解いていきたいなと思っているのがこの企画になります。まあ、他にもですね、まあ、考えている企画っていうのは、まあ、いっぱいあるんですけども、まあ、目下ですね、こういった時を熊谷っていう作品を、作りながら、まあ、映画っていうのは結構やっぱりそのすごく長丁場でいろんな企画ってものを立てて、まあ、いろんな人と折衝をして、少しずつ進めていく中で、まあ、どういうものが育っていくかっていうのは全然わからないところなので、まあ、そういうふうにしてですね少しずつ、映画ってものをなんとか生み出せるようにしていくっていうのが、自分のスタイルです。はい、でですねちょっとまた作文にちょっと戻っちゃうんですけど、まあ、自分自身がですねやっぱりその、これからどういうふうにやっていくかっていう時にやっぱりなんかこの中学校時代に書いてた文章がなんか今読み返ってみるとすごく、まあ、これを忘れたらダメだなというのがあって、その、まあ、ドキュメンタリー映画にはやっぱりその作り物ではない人間そのものの魅力や見過ごされがちな日常の風景とか出来事を伝えるパワーがある、だからこそ僕はドキュメンタリーにこだわりたいっていう文章がありまして、まあ、これを改めて、まあ、今回ちょっと登壇させてもらうにあたって読み直してみて、まあ、この時の気持ちを忘れずに、これからもドキュメンタリーを作って、それを発表していきたいなと思っています。じゃあ、最後にですねちょっと百番地っていう場所に対してちょっと言葉で締めたいんですけど、まあ、今の自分があるのは、まあ、2017年ちょうど74歳のペリカン・パン・オルが公開した年、公開の時の年だったので、そのタイミングで入居をして、百番地っていう場所で、やらせてもらって、まあ、すごく闇、その当時は闇雲な状況で不安ですごくいっぱいだったんですけど、まあ、そうした苦しい中でもう、まあ、場所が本当にあったっていうことがすごく大きくてですね、やっぱりそのテーマは違うけれど、まあ、そこに百番地に帰ってこれば何か自分のそれぞれのテーマで活動している人の姿がそこにあったので、まあ、それをまあ横目で見ながら、まあ、自分は自分のテーマに向かえるというか、そういった場所だったんですよね。それって本当に、まあ、無形の恩恵を与えてくれてるなというふうに感じまして、まあ、別に百番地がこれといってすごい何かを知ってくれているわけではもちろんないですし、与えてくれてるっていうのは、まあ、ないとは思うんですけど、まあ、もっと精神的な面でやっぱりその百番地があったっていうこととか、これがこの百番地が存在しているってことが支えになっていたなと思います。まあ、今でもですね百番地で出会った人とはまあ、講師ともにですね交流がある人がいっぱいいますし、本当に自分自身の人生を、まあ、豊かにしてくれてるなと。百番地っていう共通言語でつながれるっていう関係があるってことがすごくありがたいなと思ってます。なので、まあ、もしこれからですね百番地で活動していく、まあ、意欲のある方っていうのは百番地に対して、自らがどれだけ積極的なアプローチができるかっていうことを、念頭においてこの百番地っていう場所を、まあ、大いに利用していただけたら一番いいんじゃないかなと自分自身は、思ってます。はい、以上で僕のナビゲータートークを終わります。皆様の平和とお仕事の、充実をお祈りしております。どうもありがとうございました。はい、石田さんありがとうございました。それではこれから少し質問の時間を、取りたいと思います。スライドの方にもこう少しコメントや質問等が来ているんですけど、会場の皆さんから改めて、何か質問等ありますでしょうか。感想コメントなどのシェアでも大丈夫です。
表ありがとうございます。あの根本と申します。質問なんですけど、こうなんかあのこうなんていうんですかね、僕こう物を作るっていうのはあんまやってないんですけど、こうなんか創作意欲をこう沸かせるためになんかどんな場所に行くとか、なんか自分が一番創作意欲が湧くタイミングってどういうタイミングなのかなっていうのを単純に気になりました。創作意欲が湧くタイミングですよね。そうですね、創作意欲が湧くタイミングっていうのはちょっと自分でも分かんないんですけど、まあでも創作意欲が湧くのはやっぱりなんか自分のやっぱり知らないことに触れた時じゃないですかね。やっぱりそれ知らないことを知った時に、なんか自分が知ってることとその知らなかったことがつながる時があって、そういう時にそれを映画にしたいって思うっていう、とにかく映画にしたいって思っちゃうんですね、何でも基本的には。で、そういう感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他に会場の方から何か質問やコメント等ありますでしょうか。はい、お願いします。ありがとうございました。鳥羽さんが、はい、多分私と地元が一緒で、あ、そうですか、埼玉の、はい、そうですね、一緒で、さっき見させていただいた予告編、はい、もうめちゃくちゃなんかすごい心にグッときて、すごく見たくなりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。で、なんか、中学生の頃の作品と、この一番今の最新作で、まあ、どんどん味だったりとか、その技術レベルもどんどん変わってると思うんですけれども、なんかそれを自分の中で、なんだろう、熟していくために、ひたすら作品を作り続けていたのか、そのインプットとアウトプットのこう塩梅みたいなタイミングとかってどういうふうにされてたんですか。インプットとアウトプットの塩梅ですよね。そうですね、なんか、インプットを、まあ、インプットはでも基本的にはずっとやっぱりその絶えずって感じでやっぱりしていかないといけないなっていうふうには思っていて、ただまあそれをアウトプットっていうのはやっぱりその映画ってやっぱり時間かかるんですよね。でやっぱり映画をアウトプットするって時間かかるので、まあその中で今日はこの企画書、例えば1ページの上段の部分だけ書くとか、なんかそういうようにまあ細かく区切って進めていましたね、コツコツと。はい、なのでまあ、自分の中でなんかその条件というか制約を決めて、まあ、少しずつ自分の中で結果を出していくっていうことで、それがまあ最終的に映画につながるみたいな感じでやってました。はい、ありがとうございます。あともう一つあって、はい、何かの分野に興味を持った時にそれに対してアプローチしようって思ったらいろんな手段があると思うんですけど、うん、そこまで何か感じたりとか刺激を受けたりとかしたときに映画にしたいって思うのは何てなんですか。いや、それはもう僕が映画っていうまあ、西洋が生んだハイテクメディアだと思うんですけど、まあ、それを信じてるからだと思いますけどね。映画ってやっぱり本当に百番地と一緒で無形の恩恵だと僕思ってるんで、映画がやっぱりまあ、掴めないものじゃないですか。映画って所有できないですけど、でも本当に人の心を整えたりとか、そういったすごく人間の機微に影響を与えるものだと思うので、まあ、そういったものをそういった映画っていうものが少しでも増えたらいいなと思ってますし、まあ、それに僕も寄与したいという気持ちがあるという感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて他ありますでしょうか。はい、今順番にマイクを回します。ありがとうございました。最新作の映画の予告映像ですごい音楽と映像の相乗効果がすごいなと思ってすごく見たくなりました。 ありがとうございます。映画、ドキュメンタリー映画を作りたいとのことだったんですけど、例えばドキュメンタリー映画を作りたいって思いであれば、
配給制作会社に就職して作るっていう手もあったと思うんですけど、ご自身が起業をしてドキュメンタリー映画を作ろうと思った理由をお聞きしたいです。そうですね、いや僕もそれを知ってたら就職したかもしれないんですけど、その当時はもう本当に分からなかったっていうのもあるんですよ。その普通は映画会社とか就職したりとかして業界のルールとかを学ぶっていうのは本当におっしゃった通りだと思うんですけど、まあ、自分はとにかくその自分の映画が作りたいって思ったんですよね。だから、まあ、まずなんか修行とかっていう考え方にならずに、もうとにかく自分の映画を作るんだったら、もう映画を作るってその論より証拠じゃないですけど、とにかくプロダクトを作って、もうそれで映画館に行くとか、もうとにかくその事実を作っちゃえばもうそれでいいんじゃないかなと思って、そうやってやってたらなんかいろいろな映画館の支配人の人とか業界の人とかになんかちょっと教えてもらえたりもするので、まあ、そんなようなことで、まあ、なんとかやってこれたっていう感じだったです。もう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、お話ありがとうございます。お伺いしたいこととしてはですね、映画を疲れてる時で、はい、こう間こう世の中の人にこう受け入れられるというか、はい、こうちゃんと見られるのかとか結構不安かなと思うんですけれども、うん、それをこうどういうふうに解消しているのかとかっていうのをお伺いしたいなと思っています、うん、でというのもですね、うん、こう自分結構こう服を以前作ってたことがあって、はい、服もちょっとそこら辺映画と一緒かなと思うんですけど、世の中にこう出してみないとちょっとこう分からないみたいなところがあって、うん、でそこが結構不安で、なんかどうなんだろうどうなんだろうとか言いながらなんかもごもごしながら結局出してみて、うんみたいな、そんな感じで思ってて、うん、でもさっき今の質問でお話ししてた通り、僕はアパレル会社に入りたいんじゃなくて自分で服を作りたいという気持ちがあって、うん、っていう中でなんか葛藤じゃないですけど不安があってみたいな感じだったので、ちょっと解消方法とかあればお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、解消方法ですよね、うん、まあでも不安にはなりますよね、やっぱりその実際どうなのかっていう。でもやっぱり自分自身が一番いいと思ってることじゃないとやっぱり結局やれないじゃないですか、人間って。やっぱり行動してることがやっぱりあれだと思うので、だからやっぱりその不安を上回るほどのやっぱりその期待っていうものがやっぱ胸に絶対あると思うんですよ。絶対あるからそれを出したいと思うっていうか、不安の方が勝っちゃったらもう多分その時点でやめてると思うので、だからやっぱそこにかけてるってことだと思いますし、まあ、そのためにいつもね、自分のなんか自問自答はしてますよね。やっぱりこれでできるとか、これは絶対に受けられるんだというのは、まあ、寝る前とか朝起きた時とか、まあ、お昼のランチを食べた後とか、なんかそういうことをやってると思いますね。はい、なんか自分もその期待を超えてやってはいるんですけど、なんつうんだろうな、ごめんなさい、ちょっと飛んじゃったんですけど、はい、全然大丈夫ですよ、はい、ごめんなさい、一旦以上で、はい、また後でごめんなさい、はい、終わりました。はい、他に質問と会場からお願いします。素敵なお話ありがとうございました。どうもありがとうございます。私も個人的に動画とか作るのが好きなんですけど、なんか今ってその誰でもそのアプリとか編集アプリとかがあるので、誰にでもその動画とか映画が作れる時代で、で、まあ、TikTok であったり YouTube であったり、その誰でもこう公開できる時代だと思うんですけど、その動画とか映画っていうのがすごいありふれてる現代社会という現代で、うん、その埋もれないように、そのどうやってそれだけたくさん動画とか映画がある中で どのようにこう差別化しているのかとか、その自分の軸っていうのを保ち続けるために意識していらっしゃることがあれば教えていただきたいです。そうですね、でも確かにそのそうですね、それはすごく僕も考えすごく考えますけど、結局はでも、うん、あんま気にしないっていうことだと思いますけどね。社会のそのなんか潮流とかみたいなものっていうのはもう気にし始めたらキリがないじゃないですかっていうのを思うので、まあもう本当に僕の、まあ、変わらないっていうところとやっぱり変わっていくところってあると思うんですけど、その、まあ、変わらない
変わらないっていうところは、やっぱりその僕、最初に見てもらったような、中学校の時に作ったあれとか、そういうそこで書いてた言葉っていうのをは変わらずに持ち続けていきたいと思ってますし、まあ、それプラス、でもやっぱり、ね、おっしゃられたように、時代ってどんどん変わっていって、その変化していくので、まあ、だんだん短いものが受け入れやすくなるとか、まあ、例えば最新作の「塩」って映画は75分とか、結構短くしてるんですよ。だからそういった部分とか、はやっぱり少しでもやっぱり現代の要素は取り入れるんですけど、でもやっぱり変わらない、大きくは変わらない。で、その中で変えられるところは変えていくっていうことをそうですね、やってるっていうか、やろうとしてる、意識してやってて、だペリカンさんとかもそういうふうにやってると思うので、変わらずに変わり続けてるっていうことが、そういう今につながってると思うんですよ。なので、そういった部分は自分もすごく意識してると思います。ありがとうございます。はい、他に会場で質問のある方、挙手お願いします。貴重なお話ありがとうございました。私もすごくいろんな予告編とかを見ていて、すごくなんかこうなんだろう、古き良きみたいな感じの予告編もあったりとか、すごく音楽がなんかすごい素敵だな、特に思った予告とマッチしてるなと思っていたりして、特にその映画っていうのは先ほどの話にあったように、その作るのに多分とてもゆっくりな時間がかかると思っていて、なんかそういったところにとても憧れを感じてましたっていうのも、なんか結構やっぱ日々時間に追われてるなっていうことを感じていて、先ほどの質問もちょっと重なるかなと思うんですけど、私たちがこうすごく時間への焦りを感じる中で、どうやってこうゆっくりと生きていくことができるかっていうところについて、何かこう思うところがあったら教えていただけると嬉しいです。ゆっくり生きていける、そうですね、っていうことですよね。でもそうですね、例えばなんかそのスマホを、僕映画館に行く、僕ももちろん映画館に1週間に1回は必ず行ってるんですよ。行ってて、でそれはですね、映画を見てんじゃないですよね。結構その単純にスマホと遮断しているっていう感じで見てるっていう感じがあって、だから僕は結構映画が退屈な映画って僕の中ではなくて、結構スクリーンを見ながらなんか今後の自分のことを考えたりしながら、なんか映像が流れてるっていうようなイメージで映画を見てて、そういう遮断する時間っていうのは持つっていうのはすごくもしかしたらいいのかもしれないですね。ありがとうございます。はい、他に会場で質問等ある方、挙手お願いします。石原さん、スライドの方にもいくつか質問が来ているので、はい、さっき飛んでしまったんですけど、はい、その期待値を超えて、あ、自分やるぞってなっても、結局世の中に出した時に、その世の中とのギャップとかあって、ちょっとなんかうまくいかなかったなっていう時とかって、こうどうしてるのか、で次またやりたいなとか思ってもちょっと不安だったりとかしてるんですけど、そこら辺は教えていただきたい。期待値があんまさ良くなかったってことですよね。そう、良くなかった時ですね。自分としての期待値は高かったんですけど、世の中としての反応はあんまり良くなかったみたいな時はどうされてますか？まあ、我慢というかね、なんか辛いなっていう気持ちを飲み込んで、その一喜一憂しないってことだと思いますけどね。やっぱそこでへこみすぎてもね、ね、よくあんないですしね。だからっていう感じで、なんか僕は人間万事作用が馬みたいな言葉とかを調べて、その意味を読んでます。結構そういう慣用句、慣用句、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは時間になりましたので、一旦ここで質問等は区切らせていただきたいと思います。改めまして石原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。